旅行をね、100倍楽しくなるために入れておくべきアプリ、これについてね、3つ紹介していこうと思います。はい、皆さんこんにちは、サムライサルセルの今日です。2本撮りの2本目なんだけども、プライベートでも仕事でも、まあ、旅行とか旅とかいうものをするのが多かったんですよね。例えば外国人を日本でガイドするとか、逆に日本人を外国に連れてってないとき返上とかね、まあそういう仕事とかもやっていたりもしたので、旅を楽しむということについて、まあすごい考えてきたわけですよ。まあその中で今回はアプリっていうのをね、3つ紹介していきたいと思いますので、早速ね、1つ目から見ていきましょう。1つ目はね、カウチサーフィン。カウチサーフィンってね、これ結構使ってる人は使ってるんだけど、知らない人は全然知らないみたいな、そういうアプリなんですけども、まあ簡単に説明をすると、旅行者がいて、現地の人がいて、旅行者が海外に行きます、自分が海外に行きます、で現地の人の生活が知りたいな、ローカルの人と知り合いたいなっていう願いがあると。で一方でローカルの人で海外旅行をしてる人に自分の家に泊めてもいいなっていう、そういう人をマッチングさせるっていうアプリね。ローカルの人の家に泊まることができる。でしかもそれも無料なことが多い。てかほぼ無料、てか絶対無料、もういつも無料なんだけど、ハングアウトっていう機能があって、例えば自分が日本人で、まあ、アメリカに行った時にハングアウトっていう機能を使うと、別の国から来た旅行者でハングアウトでこう何日何曜日にこの場所で会って一緒に遊びませんかみたいな機能があったりするわけで、実際に集まって一緒に遊ぶ、それはハングアウトって言うんだけど、ハングアウト。そうだから現地でタダで泊まれる、しかもローカルの生活が見れるっていうのもあるし、一緒に遊ぶ友達を見つかる、2つの大きな機能があるから、それをね使うのをね勧めます。夜とかを、まあ特に女の人だったらね、そこを本当に安全なの安心なのって、ね、頼れるのってすごい不安になると思うんだけど、それに関してはお互いね、泊まる人も泊める人もお互いにレビューをつけることができるから、他の人がどうコメントしてるのかなっていうのを見て、あ、この人なら安全なんじゃないかなっていうのを知ることができると思うね。ミートアップ、ミートアップ、これも知ってる人いるかな。イベントを検索できるアプリで、日本でもやってるっていう人もまあいるから、それを海外で使うことができるっていうことで、自分は結構ね、メキシコとかニュージーランド、まあキューバは使えなかったけど、よくミートアップを使ってた。でそれでおすすめなのは、やっぱり外国語を勉強している、そういうまあミートアップ、それに顔を出してみるといいと思うね。日本語を勉強したい人、してる人っていうのは一定数いるわけだよね。やっぱ日本人で行くっていうとすごい還元されるよね。日本だったら日本人であることの価値はないけど、メキシコとかに行った途端に日本語を母語としてるって、それだけでめちゃくちゃウェルカムな状態があるわけじゃないですか。日本語を勉強してる人にとったらね、そういうところに行くと自然と友達になりやすいよね。ニュージーランドとかはやっぱり自然があって、ニュージーランドに留学してた時とかはやっぱり自然が多いから、こう毎週末とかこうハイキングのミートアップとかね、すごいよく参加してて、その国々で、まあ、ミートアップって、まあ、アプリをダウンロードして、で、こう、バーって見てみると、いろんなイベントがあるから、それで興味があるものは、まあ、行ってみたらいいと思う。やっぱりね、趣味で繋がれるじゃん。趣味で繋がる人っていうのは、すごい仲良くなりやすいね。多分、言語もそうだし、アクティビティもそうだし、多分、瞑想とか、ダンスとか、音楽とかね、花見とかなんか、本当にいろんな国があるから、まあ、ぜひ一度ね、ダウンロードして見てみたらいいんじゃないかなと思います。そして、最後が、Google 翻訳。いや、あなた何をおっしゃいますかっていう話なんだけども、この Google Translation。あなたが知ってるの知ってる。I know you know it。なんだけど、英語喋れませんみたいな時に海外旅行するのって大変じゃん。Google 翻訳はみんな知ってると思うんだけど、そのある特定の言語をこのダウンロードするっていう、そういう機能があるの皆さん知ってます？で、ダウンロードすると、やっぱりオフラインでも使えるっていうことなの。で、海外に例えば空港とかさ、で、空港について一泊目の宿とかさ、絶対に Wi-Fi 使えない環境ってあるわけじゃないですか。だからその時に、まあ文章だったら正直精度は良くないんだけど、その単語から単語、ワードトゥーワードだったらもうこれ 100% だから、ほぼほぼね、最近見せる。そうすると、それで分かってもらえることがあるので、まあ本当に何かの時に役立つんだよね。と、まあだから Google 翻訳で、まあこれから旅行に行く人、台湾とか中国、韓国、英語が通じない国に行く人とかは、特にダウンロードしておくと、まあいいんじゃないかなって思います。今回はね、旅行を楽しむための、まあ、アプリ3つということで、1つ目がカウチサーフィン、2つ目がミートアップ、そして最後に Google 翻訳っていうことで、まあ、3つ紹介してきました。まあね、結構これどれも3つ有名どこだから、まあ3つともしてたっていう人は、申し訳ありませんっていう感じなんだけど、旅行でね、実際に自分も使ってたし、まあ、これから旅行も使うと思うので、まあ、ぜひね、参考にしてみてください。まあ3つとも知ってたよっていう人は、もうこれで最後に、申し訳ないからお役立ち情報というかね、日本の国内でも使えるんですね。カウチサーフィン、まあ、今はね、外国人来れないけど、自分がホストになって日本に来る海外旅行者を、まあ、自分の家に泊めたりとかできると、もしくは一緒にハングアウトすることができる。
っていうのはもちろん使えるのね。ミートアップだけど、まあ、ミートアップはこれ海外の人とつながるっていうツール以外に、やっぱり日常生活の中で家と会社を往復するだけじゃなくて、ミートアップを使って自分と趣味が同じ人とこう会って、そこで友達になるっていう、そういう機能があるでしょ。で、まあ、Google 翻訳に関しては正直オフラインで使うとですね、辞書代わりに使うことができる。さっき言ったように文章から文章だとダメなんだけど、単語という単語だと100発100中で精度が合うので、もう本当に Wi-Fi 環境でもう YouTube に洗脳されちゃってる人はもうオフラインで勉強したいってなった時にはもう Google 翻訳のオフライン機能でやってみると、まあ、集中できるんじゃないかなと思います。はい、今日もね最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録そして高評価の方もぜひよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。これはね、ギロっていうキューバ、あんまり隣の人がほんとうるさいから。これめっちゃうるさいからさ、あんまりやっちゃいけないんだ。